それでは今回はすごいチームについて解説していきたいと思います。仕事っていうのはチームでやるものです。一人でやることはできないです。僕が考えているチーム作りで大事な9個について解説していきたいと思います。まず1個目、ビジョンが凡人を一流に変えるってことです。世の中のほとんどのことに対しては僕は才能とかスキルよりもビジョンが大事だと考えています。サッカーの本田圭佑選手はツイッターでこのように昔語っていました。僕の才能はまさに凡人、ビジョンだけが自分の強みと。凡人でもビジョンさえあれば一流になれるってことです。僕たちっていうのは高いビジョンを持つことが大事です。高いプロ意識を持って常に自分を成長させる意識を持つことです。それが才能とかスキルよりも一番大事だってことです。チーム作りでまず大事なのは才能とか能力を磨くよりもビジョンを一番高くすることです。一流のビジョンを持つことが大事です。続いて2個目、チームバランスは男性性女性性で考えるってことです。性別が大事なんではなくて男性性女性性が大事だってことです。いいチームにはこの両方があります。男性性を表すキーワードっていうのはリーダーシップとか競争心とか影響力とか人を巻き込む力とか熱量です。これらっていうのはチーム作りリーダーシップにおいては非常に重要です。ただし男性性だけだと成功はできないです。女性性っていうのが大事です。女性性っていうのは SNS に代表されるような共有するとか協力するとかつながりとか和みとか癒しとか共有とかチームワークっていうみんなで仲良くやっていきましょうと、こういったことがあるのが女性性です。チームには男性性と女性性、この2つが大事です。男性性の強い人が女性性を身につけるにはうまくいったことを教え合うとか助け合うということを意識することです。食事を共にしてつながりを作ることもお勧めします。一人でやりがちな人、チームワークが悪い人っていうのは女性性の要素が弱いってことです。一方女性性の強い人が男性性を身につけるポイントっていうのは自分一人で何かをやってみるとかリーダーシップを取ってみることをお勧めします。皆さんはどっちの要素が強いですか？男性性か女性性、両方大事です。僕の YouTube 図書館のテーマっていうのは自己成長と社会貢献です。この社会貢献、誰かのためにっていうのが女性性です。自分がどんどんリーダーシップを発揮していきたいとか自分がどんどん前に立ちたいっていうのが自己成長です。だから僕がよく言ってるのは自分のため他人のためって思う人がチームに加わると男性性女性性両方の要素が満たされるんでチームっていうのはうまく動きやすいと思います。続いて3個目、人間関係は3日で築ける。これっていうのは僕はチーム作りでめちゃめちゃ意識しています。昔チームビルディングとか組織論っていうのを学んだ時に人間関係っていうのは仲良くなるとか信頼関係ができるのに3ヶ月かかるっていうフレーズがありました。仕事だけで人間関係を深めようとすると仲良くなる信頼関係を作るのに3ヶ月かかると、これだとなかなか長いじゃないですか。それである本を読んだ時に仕事にプライベートの関係を持ち込むとわずか3日で仲良くなれるケースがあるってことが書かれていました。それを読んでから僕はできるだけ仕事だけの関係ではなくて食事に行くとかご飯に行くとか一緒に遊ぶようにしてます。チームを作ったらこのようなプライベートの関係で仲良くなることによって人間関係っていうのは3日で築けるってことです。仕事仲間であると同時に友達でもあるという関係性の方が仕事はしやすいってことです。もしチーム作りで信頼関係を作りたい場合は仕事上の関係だけではなくてプライベートでご飯に行くとかお酒を飲みに行く旅行に行く、こういったことをやってほしいと思います。続いて4個目、教育を自動化する。これは僕がチーム作りをするときに非常に重要にしていることです。勝手に育つっていうのが一番いいんですよ。自分の会社ではオンラインの教育っていうのは力を入れています。水さえあげれば勝手に育つ植物のようなものにするのがいいです。木とか草って勝手に育ちますよね。それと同じで僕たちってのはできるだけ手間をかけずにチームメンバー人が育つような環境っていうのを作ることが大事です。もちろん直接話をしたりとかも大事なんですけど自分が本を出すことによって本を読んでもらうとか本の執筆のために貯めておいたメモを配って読んでもらうとか、この YouTube 図書館をやりたかった理由っていうのも自分の周りのメンバーを育てるためなんですよね。撮影で撮った動画を見てもらうことによってチームメンバーだったり自分の仕事仲間が育つと、このように教育を自動化するってことが大事です。いつの間にかメンバーが育つ仕組みを作れるかどうか、これができることによって事業とかビジネスっていうのは加速するってことです。また自分が意識しているところで言うとできる人とできない人で一緒に仕事をさせるってことです。これはもう意識的にやってます。組織論を学んだ時に262の法則っていう法則があります。皆さん知ってますか？組織全体の中で仕事ができる人は2割、普通の人が6割、
6割、できない人は2割いるというビジネスシーンで多用される法則のことです。僕はこう考えています。できるできないっていうのは遺伝とか才能といった先天的なことではなくて後天的なことだと思います。今結果を出せているかどうかはどう考えてどう動いてどう反省してどう改善していくかといういわゆる PDCA をいかに回せているかの問題だと思うんですよ。2割のできない人は6割の普通の人や2割のできる人と一緒に働くことでどんどん成長していきます。勝手に育っていくってことです。続いて5個目、成功への最短距離は周りを成功させること。この価値観ビジョンっていうのをチームメンバー全員が持つことです。そのために目の前の人への問題解決とか悩みを解決してあげる、役に立つ、ありがとうって言われてもらうようにしています。自分は常に昔からやってます。うまくいったら周りのおかげだと、うまくいかなかったら自分のせいだと。このビジョンっていうのはチームメンバー全員にあるチームっていうのは非常に強いです。仕事ってチームでするものなんで教え合う関係がいいってことです。成功するための一番の近道は周りの人を成功させることだと思います。周りの人の成功を後押しする行動が巡り巡って当人の成功につながるってことです。周りの人を成功させることが一番の成功法則っていう考え方をチームメンバー、仕事の上司だったり部下、いろんな人に共有することをお勧めします。6個目、リーダーの仕事っていうのは決める伝えるだけ。決められない伝えられない人ってリーダーに向いていないです。優柔不断だったり文章の書き方、話し方、まとめ方といった伝達力が弱かったりするリーダーっていうのはまずそこを強化すべきです。決断力を磨く、表現力を磨く、コミュニケーション能力を磨くことです。決めると伝えるっていうのは非常に重要です。素晴らしいリーダーっていうのは必ず決断力と伝える力があります。伝える時のポイントを一つだけ言うと、人に役に立つ話をしよう、こう思ってください。どの場面においても人に伝えるとき、話をするときっていうのは役に立つ話をしたい、これをまず意識することです。決断力で大事なのは正しい決断、誤った決断をするんではなくて早い決断、遅い決断があるって考えることです。そして素早く決断をして行動しながらどんどんいい方向に軌道修正していくってことです。決断で大事なのはロジカルとエモーショナル、ロジカル的になぜこの決断をしたのかをしっかりとプレゼンできること、そしてなぜこの決断をしたのか、感情的な部分をしっかりと発言して説得力を持つことが大事です。7個目、部下は話を聞きたいのではなくて話を聞いてもらいたいです。自分が話すばっかではなくて質問をするとか悩み事ないか必ず聞くことです。部下っていうのは話を聞きたいんではなくて聞いてもらいたいって思ってるからです。なので自分は会食だったり打ち合わせだったりする場面で部下だったり後輩と話すときっていうのは必ず質問をするようにしてます。自分が話しすぎるんではなくてしっかりと相手の話を聞いてその上で発言をすることを心がけています。8個目、仕事で何がやりたいのと聞いてはいけないです。結果が出ていない人に対して君は何がやりたいの、聞かれることってあるじゃないですか。まだ仕事ができない人にとってどんな仕事がしたいのかって多分ないんですよ。本来仕事っていうのは僕は人がやりたがらないことを代わりにやってあげることだと思っています。なので基本的に仕事が好きじゃない人っていうのは仕事にやりがいなんかないと思うんですよね。じゃあそんな人がどうしたら仕事にやりがいを持つか、それは仕事の目標ではなくてプライベートな目標をしっかりと持つこと、そしてプライベートな目標を仕事の目標に紐付けることです。最初は不純な目標で僕はいいと思います。例えばモテたいとか、いい車が欲しいとか、銀座へ気楽にお寿司を食べれるようになりたいとか、じゃあ銀座でお寿司を食べれるようになりたいんだったら仕事頑張ろうよ。プライベートの目標を達成するイコール仕事の目標を達成する、このようにつなげることがリーダーの役割です。9個目、最強のリーダーは安心と興奮をもたらすです。リーダーシップってめっちゃ悩むんですよ。どんどん年を取っていくとリーダーって何なのか、上司って何なのか、リーダーシップ論っていうのは多くの人が学ぶ分野だと思います。僕もたくさんの本を読んで分かったことっていうのは何個かあります。まず一つがリーダーっていうのは安心と興奮を同時にくれる人ってことです。これは宇宙兄弟という漫画から学びました。素晴らしいリーダーってのは必ずこの両方があります。一方最悪のリーダーっていうのは両方ないです。安心感っていうのはそこにいてもいいとか、どんなアイデアを出してもいいとか、どんな目標を掲げてもいいという肯定感というかマイナスをゼロにする精神安定剤のようなものです。一緒にいると安心するような人です。一方興奮っていうのは一緒にいるとワクワクするとかやる気が出るとか、
ゼロをプラスにする起爆剤のようなものです。安心だけだとダメなんですよ。物足りないんですよね。興奮だけだと落ち着かないんですよ。仕事メンバーたちが安心してワクワクできるっていうのはとても重要なことです。リーダーになりたい方っていうのは安心と興奮を与えれるようになることです。もう一つ補足すると、周りの人ができないことをできるのがリーダーだとも思っています。リーダーっていうのは安心と興奮を与えれる人で、部下とか下の人ができないことをできるようになるっていうのは僕はリーダーシップだと思います。それではまとめいきたいと思います。まずビジョンが凡人を一流に変えるってことです。才能とか能力よりもビジョンを持つことです。サッカーの本田圭佑選手はツイッターで、僕の才能はまさに凡人と、ビジョンだけが自分の強みって発言をしています。皆さんもぜひ一流のビジョンを持ってほしいと思います。続いてチームバランスは男性性女性性で考えるってことです。男性性の強いとか女性性を身につけるには、うまくいったことを教えることをやるといいです。一方、女性性の強いとか男性性を身につけるには、自分一人で何かをやってみてほしいと思います。続いて人間関係は3日で築けるです。仕事上の関係だったら3ヶ月かかります。でもプライベートでご飯に行くとか飲みに行く、これらをやると3日で仲良くなります。続いて教育を自動化することです。オフラインの教育ではなくて、オンラインの教育にも力を入れてほしいと思います。また262の法則です。できる人とできない人、一緒に仕事をさせることによって勝手に人を育てることができるんで、ぜひやってみてください。続いて成功への最短距離は、周りを成功させることです。目の前の一人の問題解決、悩みを解決してあげる、役に立つ、ありがとうって言われる目の前の人にフォーカスすることをお勧めします。うまくいったら周りのおかげ、うまくいかなかったら自分のせいと、周りを成功させることがチームメンバーにしっかりと浸透させることが大事です。続いてリーダーの仕事っていうのは、決める、伝えるだけです。決断力を磨く、伝達力を磨くことです。続いて部下は話を聞きたいのではなくて、話を聞いてもらいたいです。続いて仕事で何がやりたいのと聞いてはいけないです。やりたいことってないケースが多いんで、まずはプライベートの目標を設定する。そしてプライベートの目標を達成するには、仕事の目標を達成しなきゃいけない。プライベートと仕事の目標を紐付けることが大事です。そして最後は、最強のリーダーっていうのは安心と興奮をもたらすってことです。どっちかが欠けてもダメです。一緒にいて楽、落ち着く、そして一緒にいるとやる気が出る、興奮する、このようなリーダーっていうのは最強のリーダーです。この本っていうのはチーム作りの本を解説したような本です。他にも重要なことっていうのはたくさん書いてあるんで、本の方もチェックしていただければと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。